私たち夢見るアドレセンスです。女子高生だからなんか高校生のなんか今流行ってるものとかすごい聞きたいな。女子高生の色を出してほしい、うん、これとか、さやちゃんはとにかくずっとやってるの、プロ意識がすごいなっていうのはあったし、まつげもペーンって、まつげもそれおかしいか、それおかしいか、話しやすくて、年が近いねって話しかけてくれて、すごいなんかそれこそ本当にまつげがギャッてして、マスカラ何使ってるんですかって言ったり、まつげだけ、ねえ、ちょっとまつげだけとか言われた。全くじゃないですけど。